こんばんばは今日もご苦労様でした。話題の出来事についてお話しします。大阪市西成区萩野茶屋の通称、三角公園にあたるトビデオのテープ約500本を捨てたなどとして、大阪府警西成署は17日、廃棄物処理法違反容疑で、同志福島区吉野の会社役員の男を逮捕しました。同署によると、容疑を認め、 7年くらい前から公園での炊き出しボランティアに関わっていた。ここに置けば、廃材と一緒に捨ててくれると思った。などと供述しているといいます。逮捕容疑は同日午後1時ごろ、知人の岡山県三崎町東和賀の、介護士の男と共に、三角公園にビデオテープや雑誌などが入った袋17個、計約200キロ、を捨てたとしていて、会社役員の男は、ビデオは、 別の知人のもので代わりに処分しようと思ったなどと供述しているらしいです。道書によると公園にいた複数の人が2人がトラックの荷台から袋を捨てたのを目撃し110番するとともに何してるんやと言いより2人は袋を回収し公園から逃げ去ろうとしましたが駆けつけた西成署員が身柄を確保したとのことです。以上 産経新聞の記事から今日の話題についてお伝えしました。これからも続けて話題の出来事を視聴したいと思われればチャンネル登録なされると便利です。また明日午後7時にお会いいたします。お元気で。